はい、こんにちは、116ウィンズです。ここまでのオフシーズン、ピッチャーの FA 市場は比較的順調というか順調すぎるくらい契約が次々に決まっている状況ですが、対照的に野手の市場はここまでかなり静かですよね。大物選手が動かないとなかなか後も続かない部分もあるのかもしれませんが、そんな中で先日広島の鈴木誠也選手が正式にポスティングされたのは皆さんもご存知かと思います。現地時間今月22日から全30球団との交渉が解禁となりまして、期限は1ヶ月後の来月22日まで。 MLB はリーグと選手会が結んでいる労使協定が12月1日に失効となる見込みですが、期限までに合意に至る可能性は現状かなり低いとされ、ロックアウトの可能性があるとされています。その場合、選手の移籍などが完全にストップする恐れがあり、鈴木選手のポスティングにも影響があるかもしれないということで、ポスティング期限もその場合は延期となるようなんですが、いつ再びチームと交渉できるようになるか不透明であるため、鈴木選手が期限を待たずに早く契約を結んでしまう展開も、これは十分あるんじゃないかと考えています。NPB 通算 OPS 9割8分4厘と日本を代表するバッターの一人で、肩も強いですし、さらには2019年25盗塁も記録したりと、足も使えることから日本版のマイク・トラウトみたいな紹介をよく目にする鈴木選手が、果たしてどの球団と契約を結ぶのか。4年契約、5年契約で総額5000万ドルくらいもらえるんじゃないかと期待していますが、移籍先非常に楽しみですよね。さて、そんな気になる鈴木選手の移籍先ですが、結構移籍候補としてマリナーズの名前が挙がっているんですよね。確かに今オフマリナーズは一気に補強に転じると見られていますし、打線は間違いなく補強ポイントではあるので、鈴木選手はフィットするとは思うんですが、ただ正直興味があるとは言っても、実際のところ後で理由を挙げますが、そんなに本気で獲得しに行くわけではないのかなと思っていました。しかしどうもそうではなく、かなり真剣に検討しているみたいなんですよね。マリナーズは長らく MLB の40人枠に毎年必ず1人は日本人選手が在籍していましたが、先日菊池選手がオプションを破棄して FA となったため、現在ロースターに日本人選手はゼロ。日本人選手在籍記録が途絶える可能性があるんですが、そんな中でディポと GM は先日、鈴木誠也選手は素晴らしい選手、日本人選手なしで開幕することを選ぶことはないと割と強気な発言をしていまして、鈴木選手獲得に自信を覗かせています。あれと、これ本気でマリナーズ鈴木選手取りに行くんじゃないかと。ただ私がマリナーズがそこまで本気で鈴木選手取りに行くことはないと思っていたのがこちらの理由です。マリナーズの補強ポイントから少しずれるんですよね。強打のセカンド、サード、そして先発投手に次いでマリナーズは外野手が補強ポイントとなっているんですが、欲しいのはセンターできる選手なんですよね。2020年の新人王カイル・ルイスが今季膝の手術を受け、まともにプレーできなかったわけですが、すでに現時点で来年のスプリングトレーニングに間に合うかどうか怪しい状況みたいだそうで、でルイス抜きのマリナーズは今季センターを埋めるのにかなり苦労していましたし、またルイスはこれでプロに入ってから2回目の膝の手術となりましたので、センターとしてはかなり不透明。ルイスに代わるセンター候補はこのオフ絶対に確保すべきなんじゃないかと思っていました。鈴木選手も全くセンターできないわけではないですが、基本はライトを守ってきた選手ですので、マリナーズが今必要としている選手からは少し外れるのかなと考えていたわけですね。だからここまで真剣にマリナーズが鈴木選手を狙いに行っているのは、初めは少々驚きもあったんですが、ただよくよく理由をちゃんと考えてみると、マリナーズが欲しがる理由もわかる、マリナーズが鈴木選手獲得するのはかなりありだなと考え直しましたので、これからその理由を挙げていきたいなと思います。はい、まずコンオフのセンターの FA 事情がかなり影響していますね。コンオフのセンターの FA で目玉といえば、アスレチックスから FA となったスターリング・マーテがいまして、マーテは今季打率3割1分と好成績を残し、来季33歳のシーズンではあるものの、かなりいい契約をゲットできそうなんですが、それ以外でレギュラー格の選手がほとんどいないんですよね。本当に驚くほどいない。マーテ以外ではユーティリティのクリス・テイラーに多少センターをやってもらうか、あるいはマーク・キャナを多少無理してセンターで使うという手もあるでしょうが、あまりセンターの選択肢が FA 市場豊富ではないのは間違いないでしょう。内野も守れるテイラーが個人的には一番来てほしいなと思うところであるんですが、テイラーはどのチームも欲しがるというか、どのチームの事情にもフィットする奇跡のような選手ですので、マリナーズが彼を呼び戻すのは容易ではないですよね。鈴木選手のようにある程度若くかつ動ける選手であれば、センターの経験が豊富でなくてもシフトをうまく活かしたりすれば十分に今の MLB であればやっていけると思いますし、何よりバッティングのポテンシャルはテイラーやキャナを上回るでしょうから、このセンター市場の状況がマリナーズを鈴木選手獲得に動かしている部分はあるんじゃないかと思いました。ただそうは言ってもシーズンフルにセンターやらせるのは鈴木選手といえどちょっと厳しいかなと思っているんですが、マリナーズには幸いジェレット・ケルニックとフリオ・ロドリゲスの2人がいるので、センターの負荷を分散できそうなのも大きいですよね。
ケルニックは今季ルイスが不在の中、77試合センターを守りまして、DRS 及び UZR の面では大幅なマイナスを叩き出してしまいましたので、センターが彼にとって最適なポジションでないことはディポと GM も認めているところではあるんですが、先ほどお話しした通りセンターの FA の選手層がかなり薄いので、ケルニックが来季も多少センターを守ることになるだろうと話していました。ケルニックも今季の感じだとセンターを1年間フルにやるのは厳しそうなので他の選手と負荷を分散できると良さそうですし鈴木選手が入ればそれは十分叶うんじゃないかと。また来季 MLB デビューする予定で球界屈指のトッププロスペクトであるフリオ・ロドリゲスも当初は体の成長によってスピードが失われてしまい将来的にはライトかレフトに落ち着くのではなんて言われていましたがディポと GM 曰くここ2年間でスピードがかなり改善されたそうで来季メジャーのセンター守れる可能性も出てきたみたいなんですよね。マリナーズのマイナーの中でも屈指の俊足選手であるビクター・ラブラーダに対して40ヤードダッシュで勝つくらいスピードも出ているそうなのでこれは結構期待できるんじゃないかと。ロドリゲスにセンターのオプション出てきたのは編成面でもかなり大きいですよね。今季 AA に昇格してからセンター入る機会も増えてきていましたのでもしロドリゲスもセンター行けるようでしたら来季ケルニック、ロドリゲス、そして鈴木選手の3人でセンターを回してそれぞれのセンターでの負担を軽減させながらプレーさせるのも、これ悪くないんじゃないかなと思いました。センターできる外野手は欲しいには欲しいんですがフルシーズン守れるレベルである必要はなくそれであれば若くてポテンシャルの高い鈴木選手はいい選択肢ですよね。そして最後ハニガーの FA が近いことですよね。ハニガーは来年のオフに FA となる予定ですが今のところ契約延長の話はほとんど出てきていません。来季終わると32歳のハニガーとマリナーズが長期契約を結ぶ姿もあまり想像できませんので個人的にはかなり残念ではあるんですがこのまま FA で退団させる可能性が高いのかなと考えています。そうなった場合じゃあ後継者どうするのかという話になりますが鈴木選手が年齢ポジションからしてぴったりな存在ですしちょうどうまい具合に世代交代できるんですよね。これが先ほど出てきた FA のマーテやキャナとかになると年齢面からしてハニガーの後釜としてはちょっとベテランすぎますし鈴木選手は本当に最適な人材だと思います。地元出身のマイケル・コンフォルトにもマリナーズ興味を示しているという話もありましてコンフォルトも年齢面ではハニガーの後継者には良さそうですが鈴木選手よりも一つ年上でここ2年間センターを守っていないことをさらにはメッツからのクオリファイングオファーを拒否して FA となっているため獲得に際してドラフト指名権を失う点が少々ネックでしょうかね。コンフのマリナーズはどこかのタイミングで QO 出ている選手を獲得すると思いますので最後のポイントはそんなに問題にならないのかもしれませんが個人的にはコンフォルト獲得よりは鈴木選手獲得の方がチームのニーズによりフィットするのかなという気もします。なので鈴木選手私が考えていたよりもはるかにマリナーズに必要な存在なのかもなぁと思った次第ですね。もちろん NPB から MLB の移籍でどれだけ日本時代の成績を維持できるか不透明な部分もありますし勝負期を迎えるチームがそのリスクを許容して良いのかという問題はあるんですが主力クラスの選手を比較的お手頃な価格で獲得できるチャンスでもありますしちょっと頑張ってほしいなぁと。マリナーズを選んでもらえるかはまた別の話ですのでフロントにはどうにか頑張ってマリナーズの魅力を鈴木選手に伝えてもらい選んでもらいたいなぁと。シアトルは日本出身の鈴木誠をこれまでコンプリートしている鈴木コレクター球団で何よりイチロー選手が大活躍した土地でもありますので2020年代新しい時代のチームの柱として新しい鈴木選手がマリナーズを牽引する姿これ見たいなと思います。鈴木誠也選手ぜひマリナーズに来ていただけないでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。